うん、こちらの手元のボックスにですね、学生時代に出てきそうなアイテムが書かれたカードが入っています、うん、それを、1人1枚引いて、その書いてある役になりきって、うん、で相手の人はそのもの役の好きなところいいところなどを一言褒めてくださいというはいっていうやつっていうやつをっていうやつ、なるほどなるほどね、まあ、はいはい、俺のどこが好きなんですかっていう、だからそのどこが好きかっていうのを ね、ああ、うん、じゃあ僕から引かせていただきます、はい、ということは僕が褒めるわけですね、はいはい、何でしょうね、私は跳び箱の一番上の段です。わー、はいはいはい、じゃあやってみましょうか、やりましょうか、おいでよほら早くおいで、まあまあまあ待て待て待て、いやいやそんなに焦るな、いやもう待ってるから早く早く飛んで、早く触って、お前のその一番上のちょっと硬いけどそのなんか皮っぽいその質感、そこが好き何これ何これ何これ、これあの思うんですけど、うん、なんかもっと映画の話とかした方がいいんじゃないまだダメなのよ、いやそうだけどさ、ネタバレになっちゃうから、いやだってこれ、うん、みんなもどういう気持ちでさ、でもこれが出てくるかもしれんぜ、あ伏線かもってこと、うん、あそうだよ、確かにそうか、作中でもしかしたら印象的な何かかも、うん、この跳び箱の一番上のカットから始まるかもしれんぜドア玉まあでも可能性ではないよね、 そこからパーンってこう飛んで先生パーンってこのスポーツボロじゃないのゴンザブロが飛んだとこから始まるポテンシャル発揮してんだ、早速そうそうそう、そう、そこでねすげえぞみたいな、いやそうそう、いきますよ、うん、なんかなんだろうな、言います、ベコベコに扉のへこんだ個人ロッカー、あーなるほどじゃあいきますよ、めっちゃへこむわ、超へこむわ、今日も俺のストレスの吐き口になってくれてありがとうな。いや好きのバリエーション出す好きの多様性か、そうだけど、いやあれでもなんかいるよ、ほんいるよねっていうかあるよね、ほんとなんか、まあこうあのわざとじゃないにしてもて、ね、なんかなんでしょうね、こうなんかふざけ合ってて、そうそう、あーみたいな、ボコーンみたいな、多分なんかクラスの中で教室の中でふざけやすい場所がやっぱあるからさ、うん、あそうだね、それでこう、うん、位置的に蹴られやすい扉があるんだろうね、まあ、とかそうだね、なんか確か不良のロッカーっぽい感じはしますけどね、すごい、でもコメントであそういう BL もいいなっていう、どういう BL どういう BL、 すごいな、なるほどね、うん、